言ってないし。みゆちゃん、みゆちゃん、知ってる？ここお化けが出るって噂があるの。え？お化け？もう何十年も昔に建てられたという木造の旧校舎倉庫。どうしてだろう。予感がする。ここで何か大変なことが起こりそう。もう、なんて埃っぽいところなんでしょう。このリストに書かれているものを新しい倉庫に移動させればいいんだね。そうなの。こっちの倉庫に残ったものは全部捨てちゃうんだって。なんかちょっともったいないよね。ここ面白そうなものがいっぱいあるのに。私にはガラクタの山にしか見えませんが、まあ何はともあれテキパキやりましょう。くるみさんは私といらっしゃい。目を離すとろくなことをしませんからね。うわ、仕切る気満々だ。今日から春菜ちゃんは仕切るマンだね。変なあだ名つけないでください。じゃあみーこはみゆちゃんと一緒なの。うん、頑張ろうねみーこちゃん。次は運動会用のカラーコーンが16個。14、15、16。うん、ぴったり。よかった。ところでみーこちゃん、さっきお化けがどうとか。え、みゆちゃんもしかして聞きたいの？旧校舎倉庫の幽霊さんのお話。いや、聞きたいわけじゃなくて、これは3年生の先輩がこの倉庫で体験した本当のお話なの。うわわわわ、始まっちゃった。その日、帰りが遅くなった先輩がこの近くを通ると、どこからか悲しいピアノの音がポロンポロロン。聞こえない。ああ、キャー、みゆちゃん見て見て、これきっと文化祭で使った衣装なの。な、何事ですか。みゆちゃんが段ボールの山に突っ込んでどんがらがシャーンって。うわ、みゆちゃん大丈夫？大丈夫。ちょっとびっくりしちゃって。あ、どうしたんですか。まさかお怪我を。大変です。保健室、いえ救急車を。違うの。ただ段ボールを破いちゃったみたいで。本当だ。まあどうせ捨てちゃうやつだし平気じゃない。でもこれ何なの。見たことない機械なの。これはまさか。知ってるの、春菜ちゃん。ええ、間違いありません。これはレコードプレイヤーです。レコードプレイヤー？ええ、平たく言うと音楽を聴くための道具ですね。父のオーディオルームで似たものを見たことがあります。うちの父はこういったものの収集が趣味なので。そうなんだ。これで音楽を。なんだろう、不思議だな。この機械を見ていると胸がドキドキする。すごい、宝物大発見だね。ミーコ聞いてみたいの。ナイス。実は私、自分の好きな音楽を聴く機会が欲しかったんだよね。
よその学校の子たちはスマホで聞けるけどさ、私たち学院の規則で持っちゃダメでしょ。うんうん。というわけで、はるなちゃんよろしくなの。はい。私できないの。できるに決まってるじゃありませんか。